ネット競馬ニュースフラッシュ、皆さんこんにちは。8月19日水曜日のニュースをお伝えいたします。桜花の奇跡の坂巻さとみです。どうぞよろしくお願いします。それでは最初のニュースです。札幌記念予想ポイント、23日に札幌競馬場で行われる札幌記念、ハイレベルなメンバーが揃うことで知られる一戦ですね。ここで札幌記念の予想ポイントをご紹介します。まず1つ目、枠順と前走の着順に注目。札幌競馬場で行われた過去9回の馬番別成績を見ると、1から5番が3着以内率 35.6% と優秀な好走率をマークしています。基本的には内枠優勢と言えますね。なお馬番が6から16番だった馬のうち、前走の着順が4着以下だった馬は3着以内率 9.8% と苦戦しています。外寄りの枠に入った馬については、前走好走馬を重視したいところです。2つ目、 G1 や年明け以降のレースにおける実績がポイント。過去10年の3着以内馬延べ30頭中15頭は JRA の G1 において3着以内に入った経験のある馬でした。該当馬は3着以内率が 40.5% に達しています。すでにビッグレースで好走したことある馬は信頼できると思います。最後に私が気になっている1頭をご紹介します。ブラックホールです。10年セントライト記念を制したクォークスター、7年エンプレス杯など地方交流重賞を6勝した当選女王などが出たスカーレットブルー品系で、父は14年札幌記念の好走実績があり、本馬は父系や品系のイメージからも後々は中山の非根幹距離重賞で活躍しそうなイメージを持ちやすいです。まだ本格化とはいかないかもしれないですが、ここで上位争いができれば先々まで楽しみですね。秋の大舞台を見据えた精鋭が集う真夏の大一番、ぜひみんなで盛り上がりましょう。それでは続いてのニュースです。リバースレーブ引退、18年チャンピオンズカップを制するなど G1 級4勝を挙げ、18年度の JRA 賞で最優秀ダートホースに輝いたレバンスレーブが現役を引退することが17日所属する G1 サラブレッドクラブのホームページで発表されました。同馬は17年8月にデビューし、同年12月の全日本2歳優秀を勝ち初重賞制覇を決めました。3歳初戦の伏龍ステークスで2着に敗れ、デビューからの連勝は3でストップ。しかしその後はユニコーンステークス、ジャパンダートダービー、マイルチャンピオンシップ南部杯と次々にタイトルを獲得し、チャンピオンズカップを制してダート界の頂点に立ちました。今年5月の柏記念で約1年半ぶりに復帰したが5着、続く6月の帝王賞でも10着に敗れてしまいました。秋へ向けて調整されていましたが、本来のパフォーマンスを取り戻すのは難しいことから、関係者が協議して引退することが決まりました。今後については初代スタリオンステーションで守護馬入りする方向で調整が進められています。今後守護馬としてどのような馬が生まれるのか、とても楽しみですね。以上、ネット競馬ニュースグラッシュでした。